さあファンダイク、あれファンダイク、な聞いたことあるぞ。どうも皆さんこんにちは、白滝でございます。ということで今回からパワープロ2020で東京2020オリンピックチームチャレンジモードやっていきたいと思います。はい、ということで今作パワープロ2020にはですね、なんと東京オリンピックモードが追加されてるんですよね。やはりね日本開催ということで、やっぱりねパワープロ内でも盛り上げていこうっていうね意思を感じるんですけれども、なんと延期になってしまったんですよね。東京2020じゃなくて2021になってしまったんですけれども、まあ、やはりねこういうゲームのモードがあるのでね、せめてゲーム内では金メダル取れたらなっていうね個人的に思ってるので、今回ねやっていこうかなと思います。はい、そしてこうやってね難易度設定があるんですけれども、どれでやろうかなと思ったんですけど、今回はね一番難しいパワフルでやっていこうかなと思います。ちょっと打ち込まれたりね抑え込まれたりしたらどうしようかなってねちょっと不安なんですけどね、やっぱり一番上に挑戦したいよね。はい、さあということで一応ね組み合わせがこんな感じになったんですよね。 A グループが日本、オランダ、台湾、そして B グループがキューバ、韓国、アメリカということでね、非常に6チームしかないんですよね、まあ、6チームしかないので、まあ、結構ね濃いメンツとなっておりますが、はい、頑張っていけたらなと思います。さあやっていきましょう。さあ東京2020オープニングラウンド開幕、東京2020オリンピック男子野球前哨戦となる予選開幕、かっこいいな、かっこいい、いやーかっこいいですね。さあオランダ戦ですか、最初は。さあ開幕戦オランダなのでね頑張っていきましょう。そしてね選んだメンバーがこんな感じなんですよね。はい、菅野さん、増田さん、香山さん、山岡さん、高橋さん、中川さん、安明さん、今永さん、甲斐野さん、山本さん、千賀さんというね、はい、自分で選べるんですよね一応メンバーはね。そして野手少ないんですよ、なんと4人しかいない、だから非常に悩みました。あの能力もちろんね選手の能力も考慮はしたんですけれども、やはりね複数ポジション守れるっていうのが大事だなと思って、今回はね殿崎さんをねベンチメンバーにしました。本当はスタメンで使いたかったんですけどね。そしてスタメンの方はね山田さん、坂本さん、聖也さん、柳田さん、正隆さん、岡本さん、浅村さん、相澤さん、甲斐さんという感じでね。ただ今回はね菅野さんが先発なので小林さんでいきます。はい、まあ、スタメンはこんな感じでいいかな、崩したくないんだよねスタメンはあんまり。ということでやっていきましょう、レッツゴー。さあということでね、こちら福島県営あずま球場ということで、なんで福島で開催するんだろうって、ね、思ったんだけどね、やっぱ復興五輪を掲げてたからなのかなというね個人的に、まあ、僕無知なのでね。はい、さあ来ましたね相手オランダですよ、バレンティンを生み出した国。バレンティンいないんだねバレちゃんいると思ってた。さあそして相手パワフルなので非常に怖いな。いや開幕投手誰にしようかなって思ったんですけど、やっぱ菅野さんがいいかなってね。さあ菅小葉です。いや菅小葉バッテリー期待、うわ強あのね僕も全然オリンピックモードね予習すらしてないから、そして相手パワフルなんですよね、パワフルでこれは非常に怖い。よし、はい、OK。本当ね、菊池さんを入れようか迷ったんですけど、菊池さんはセカンドしか守れなくて厳しいなってなってね、やっぱね一つのポジションしか守れないって選手はあんまりね、一応坂本さんはいるんですけど、あとキャッチャーか。よーし OK。 いや本当ねこの国のね意地ですからね。さあヨング強そう、よっしゃ、パワフルモード相手ですけど3本素晴らしい。さあということでペータースですね。さあそしてねこの今作ねこのモードなんとねフェードありなし選べないんですよね、ひたすらフェードありなんですよ。多分これはあれかな、スイッチから入ってきた新規に合わせてるのかなっていう感じで。そしてフェンスが結構いいですね。そしてフェードありだったら行くんじゃいかないかいや今作結構ね表記がねなんかスイッチに寄せたのかなって感じで、おい外国人いっぱいいますね、やっぱ見に来るんですね。いや僕も見に行きたいですね福島県まで、やるとしたらね来年。心配なんですよねやっぱりこのさ今のね問題がね、そんな1年後に解決してるのかなっていうねちょっと心配だったりはしますよね。はい、出た OK。 やっぱ相手パワフルだからね配球はやはりフェードがあったとしてもね難しいですね。そして聖夜さんです。さあこれ打つんじゃないごめんなさい広島ファンの皆さん、聖夜さんでやらかした。あのフェードありでストレート投げてきてさミスるってなかなかやないよ。はい、初回
まあ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 、あれですから、初回そんなねホームラン打ちまくったらつまんないですからね。はい、そういうことにしておきましょう。日本2回の表、さあデッカーですね。いや本当現実ではね、菅野さんもね、なんかねヤクルト戦で燃えたりしててね、なんかまだわからないんですよね。なんか去年が悪すぎたのか、それとももう劣化が始まってしまったのかというのがね。ただあのヤクルト戦の調子がね、もしそのまま続くとなるとメジャー挑戦も危ういし、正直このオリンピック開幕投手っていうのも多分ないだろうしね、多分吉野部さんあたりがやるんじゃないかな。まあ僕は巨人ファンなのもありますからね。はい、菅野さんを開幕投手ということで、で本当小林さん、やーい、オッケー、ナイス。本当キャッチャーの本当ね、あの野手の枠少ないから先行ですごい迷うんですよね。本当森友哉さん入れようか迷ったんですけどね、あくまで守備重視ということで。やばい、正隆さん勝った。正隆さん守備肩が結構ね致命的な感じはあるんだけど、さあ2ストライク追い込んだからの山田、はい、OK。さあここすげえな、クリーンナップで通用するぞ567。これさあ正隆さんですね。さあ絶不調なんだよな、はい、場合によっては早めにね、丸さんに変えるのもあり。よし、このフェンスの雰囲気好き、わかるかな。そしてあそこのスコアボードもいいよね、やっぱオリンピック仕様になってるのいいね。県営球場といったら、あのなんかあのね、西武がたまに使うどこでしたっけ、大宮でしたっけ、あそこもね雰囲気いいよね、でかすぎるけど。西武戦たまに見るときね、 あの球場いいなってなる。あ、いった、はい、侍ジャパン開幕1号は岡本和真、素晴らしい。いや岡本さんですか、やはりいいね、先制ツーラン、イエーイ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 ヤーヨー。さあちょっとね見ましょう。さあ開幕1号岡本和真、素晴らしい。あ、観客入んないんだね、ここには。客無関心だね。さあ浅村続いていこう。フェードありなの結構でかいね、フェードなしないんだよね。ただこうやってちょっと僕も打ち損じ多いのでね、多分いい試合になると思う。これでワンアウト、ランナーはありません。え、何よりもそのなんていうのかな、あれなんですよ、やっぱパワフルだと相手も打ってくるからね。これいったんじゃない、いってないのか、惜しい。いや違う、こういう雰囲気、東球場どんな球場かってのあんま知らなかったんだけど、こういう雰囲気の球場だったらさ普通に行けるよね。じゃあこういう球場用意できるんだったらさ、16球団構想の時福島県とかでできないのかな。いや僕は一切そういうの分からない人間なんでね、何とも言えないけど。小林、おお、シライス、パルプンテ、3点目入ります。さあセ・リーグのキャッチャー2人でねもぎ取っていく。え、 DH ね、本当キャッチャーな、キャッチャーのね枠結構悩んだんですよね。本当最後までや小林さんか森友哉さんか迷ったんですけどね、一応相澤さんは確定だったんですけど、セパで選びたかったからね。よし、あ、よしじゃない、これ戻れ戻れ小林、いける小林、あ、無理だ無理だ、無理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 、戻れ戻れ、あれは多分誰でも無理だね。さあ坂本、ちょっと流し、ちょっとあれだな、ホイットな、あー正面いったモル。さあでもね点数はね3点入りましたからね。さあ右バッターが続きます。デフォス、あのスタミナが減ってきてナイスピッチが出せなくなってきたあたりからちょっとねやっぱり不安になってくる。やっぱ系統も大事だね。あれ球数制限とかあるんだっけ。やべえ、オリンピックのルール全然把握してない。そして浅村ファーストです。やっぱ複数ポジション守れる人で固めたいね。本当坂本さん以外複数ポジション守れる人を揃えてきたから。あ、唯一心配なのはちょっとショートがね殿崎さんしかいないんだよな、他に守れるの。もっとね大和さん入れようか迷ったよね。もうちょっと枠があったら俺大和さん入れたわ多分。初球空振りから第2球ね、例えばなんか WBC の時大和さん入るんじゃないかって噂あったよね、なんか新聞で出てた気がする。あれありだなって思ったんですよね、素人なりにね。さあ外野手3人衆ですね、聖夜、柳田、正隆。さあ行きましょう。よし、さあやっぱ開幕投手の菅野さんふさわしいピッチングしてるよね今ね。ホイットな、あ、そういえばね現実の話だとね、あのジャクソン投手なんかね逮捕されましたね。最初なんかね親権の問題じゃないかみたいな話になってたんだけど、
終わってみたらあれでしたね、タイマーでしたね。ちょっとねあれはね、関わってた広島ファン、そしてロッテファンの人たちが複雑な思いでしょうけどね、最初本当真剣問題かって言われてたんですよね。真剣問題かと思ったら違かったっていう。さあちょっと正孝さんで送りバント。現実でやったらめっちゃ叩かれそうだね、ツイッターあたりが燃えそう。稲葉監督だからね、稲葉無能みたいなね、なりそうですね。はい、岡本、これコールドあるんだっけか。正直ねフェード割りだとね、多分ね負けないと思う、この試合。ちょっとアメリカ代表とかどんな能力値なのか分かんないけど、イエーイ。よし、さあ佐村さんでいきましょう。本当ね、ジャクソン投手ね、本当広島で僕やっぱ同じセリーグのファンとしてね、非常に印象残ってたピッチャーだったので、うお危ねえ、ね、印象残ってたねピッチャーだったのでね、本当残念だな。日本シリーズではちょっとねあれでしたけど、打たれましたけどね、あのレアードの満塁ホームランとかね。いやー本当ね、やっぱね、どのチームの選手であろうがやっぱり逮捕されたってなると悲しくなりますね。でも本当アメリカにいたら逮捕されなかったんだよね多分ね、合法のところもあるしね。いやそう考えるとね、いろいろありますね。本当真剣問題で来たのかな。そして気になったのは千葉の選手なのに広島県警が捕まえたってことだよね。どういうことなんでしょうか。まだ僕がこの動画撮ってる時点ではね、情報は一切入って分かんないので、ニュースになってないからね、気になるところです。さあそしてデッカー、いやデッカーが怖い。デッカーが打つか、なんか変なこと言ったね自分、すいませんね。完全に菅野さんあれだね、抑えてるね。あ、OK。さあ普通に思ったんだけどさ、野手が19番とかつけるんだよね海外は。いまだに驚いたのは、うわやらかした。今の守備も驚き、ね、かもしれないけど、あのマーカス・ストローマン、マーケスだっけ、マーカスだっけ、ストローマン投手、背番号6だったんですよ、ピッチャーなのに。あれ驚きましたね。うわ、海外って背番号ないんだな、概念と思って。正直、背番号18とかさ、日本人ピッチャーよくやるけど、あれ、外国から見たら違和感あったりするのかな。あ、そして1点返されましたね。あの外国にはエースナンバーとかあるのかな、ちょっとそこだけ気になりますね、外国通貨アメリカだね。うん、さあ、ファンフリート、普通に打ってくるな、これ乱打戦だね多分。第3球を投げました。さすが小バレ、菅小バ、菅小バ、 OK 来た、はい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 、はい、OK。 さあ背番号10です。こ、ね、安倍晋之助を継ぐ背番号、戦え小林。あのね、小林さんの応援歌ね、あんまり自分応援歌を覚えるタイプの人間じゃないんだけど、小林さんの応援歌はね分かるんだけど、あの上下高低差激しいよね。そしてアップな、コンピューターがさファースト狙うって相当だよ。ほんとこの緩急に弱い自分。さあこのペータースから打ちたい思ったんだけど、あのスタミナのところでさ、減ってるところで青色が残ってるじゃないですか、あのピッチャーの。あれって何の意味あるんだろうね。さあちょっとツーストライク追い込まれましたね。チェンジアップに弱いんです私は。あー、チェンジアップじゃない。さあランナー小林さんなんだよな、多分ね、スタメンの中で唯一走れない人だと思うな。あ、やばいやばい、やったわやった、巨人巨人巨人。あー坂本さん、いやでも考えてみたらもう坂本さん出ずっぱりだね。だっていないんだもん。源田さんがね最初ねデフォルトの時入ってたんだけど、源田さん外しちゃったんですよね、ショートしかできないって理由で。あと菊池さんもセカンドしかできないって理由で外したんですけど、さあそこ、あー考えてみたらあれか、三遊間巨人か両方。よーし、誰誰、岡本じゃないの、風か。うーわ、やばいな、ピンチだ。よし、ナイスピッチ出せなくなってから徐々に打たれ始めている。さあこれは厳しい、落とすぞ、おい振らない。あ、行くな行くな、超えない、 OK、 危ね、 OK じゃねえよ、やべえ、ノーアウト2、3塁だ、まずい。いやでも5回投げ切ってほしいな、ここはねちょっと情をかけてしまうかもしれないけど、頑張ってほしい菅野、頑張れ、まだ初戦だし。あ、正孝さん、ダメか。やべ、うわ普通に打たれたなあのコース。さあヨング、よし、うわ振らねえんだよな。
よし。振れ。うわ。次が5球目。ストレートはボール。次が6球目。会心の当たり。よし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 。奥来てないホーム。あぶね。おお、それた。さあ、この回投げ切ろう。初球を打ちました。ヒット。三塁ランナーホームに向かい。その間に打ったランナー二塁へ。よし、オッケー。さあさあさあ、オッケーオッケー。いやー、ちょっとやばいな。先ほどランナー一人を置いて迎えるバッターはザンドーン。よし、引っ掛けた。オッケー、スリーアウト。菅野さんお疲れ。5回4失点、悪くない悪くないだろう。ちょっと今流行りに乗りましたね。悪くないだろう。トップバッターは鈴木、投げました。来たー。これは鈴木誠也、素晴らしい。この乱打戦にね、花を添える一撃ですね。素晴らしい。6対4でもまだまだ点入るよ、両チームともに多分。さあ、この完璧すぎる当たり。さあ、ギータ、ここで3者連続ホームランあってもいいんじゃない。あー、打球が上がんなかった。ちょっと今ね、正直言ってね、阪神タイガース以来のバックスクリーン3連発狙おうと思ったんだけど。弱い。あー、これはボールだ。さあ、これね、さあ岡本さん、ああ大そうなんだよな、この人たち。4打点岡本上げてるんだ、すごいな。ヒーローだね、このまま勝ってれば多分。さあ、警戒されてるね、柳田の足。くそー、自分の下手さを呪うしかないですね、これは。いやー、本当にね、打てない。ゲッ、決まった。これは決まったろ、さすがに。はい、ナイスラン。初盗塁は柳田ですね。第2球投げた。打ちました。帰ってこい帰ってこい帰ってこい。帰ってこれる。肩どれぐらいだろう、ちょっと見たいから。あ、あ、あ、強い。さあ、というで高橋玲さんでいきましょう。12勝6敗、防御率 3.34。 さあ、素晴らしい成績ですね。さあ、頼むぞ。よし、やっぱね、アンダースローは効くっていうからね、外国人相手には。ただ結構牧田さん一発で打たれたもんな。本当外外のレベルは高いね。さあ、この浮き上がるボール、これ対人戦で本当厄介だよな。あ、いや、これは入らない。させるんじゃない、これ。来た来た来た、ギータギー、惜しい。それなければっていうボールだね。いや、これはね、これは OK。やっぱナイスピッチ出さないと打たれるね、厳しいな。慣れないピッチャーだとね、僕の実力だとなかなか出せない部分はあるから。惜しい。さあ、ナイスピッチ出たよ。さあ、ここでね、小林。これさ、本当はね、甲斐さん出すべきかなって思ったんだけどさ、簡単に変えられないんだよな、あの枠の数だと。はい、この下から、はい、 OK、 完璧。サイザーさん、まあ、最悪ね、 DH 解除って手もあるよね。もうキャッチャー残り1人しかいないんだよな。おい、僕のあの投球術を考えると、ね、もう3点ぐらい欲しいよね、最低限でも。 OK、 ナイス。これで心置きなく小林さんで送りバントができると思ったら、2安打してんのか小林さん。ウェイペータース覚悟。はい、完璧。やっぱ世界の小林ですね。もう世界の小林って言われてそう。だって2安打してるんだよ。すごいよね。さあ、打て。テッド。うー。いや、ほんと普通にいいピッチャー揃ってんだよな。きたー。いけ。超えろ。入ったー。素晴らしい。オランダ戦っていう感じだよな、これな。オッケーオッケー。8対4。さあ、4点差に再びね、広げますね、これで。素晴らしい。いや、もうこの打線がさ、ひいきにいたらどれだけもう楽しいかって話ですよね。まあ、圧倒的すぎてもあれだけど。さあ、これは超えてくれ。よし、今さ、モール取れたよね、多分ね。多分対人戦だったらあれ取られてたかもしれない。コンピューターだから、あのフェンスの処理に行っちゃったけど。うーわ、確実に行ったじゃん今ね。くそ。そして今ブルペンあったね。本当パープルにブルペン機能あったら楽しいのにね。 NLB 雑誌だとね、ブルペン機能ちゃんとあってね、ブルペンボタンをで設定するとちゃんとブルペンで投げてるんですよ。
それあのリプレイ機能とかで見るとねちゃんとねわかるんですけどね。プロスピアパワープロってブルペンあるのにさ、ただ無人なのに急に控えが出てくるって感じだからね。よしこれギータいけるんじゃない。はい9対4、もうランダ戦だね。ただのさあ正隆続いてるし、ペーター使えないんだね。4点で変えた僕がバカみたいになっちゃうね。そうすると、まあ、一応5回4失点だったらさ、まあ最低限だよね。プレミア12でね、決勝戦であの初回で変えられた先発もいるわけですからね。てか今作結構打球の曲がりすごいな。同じこと思った人いないから、本当打球の曲がりが今作すごいんですよね。あ、やばい、行くなよ。あー行ったわ。乱打戦だよこれ本当。もう9対5。さあ国際級への課題とか言われそうだけど、昔もなんかオランダ対日本なんかバカ試合やったよね、16対4ぐらいの、あの第3回大会、あのジャンセンがまだキャッチャーだったところじゃないかな。さあ一番怖いバッターですよ。よーし、なんとか抑えたね。さあファンダイク、あれファンダイク、なんか聞いたことあるぞ。ファンダイクって聞いたことあるよな。あれなんかサッカー選手かなんかでいなかったファンダイク、あーしゃー打っていく、惜しい。なんかサッカー選手にいなかったっけ、気のせいだっけ。あ危な。さあ頼むぞ。まあ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 最低限最低限。さあ相澤帰ってこい岡本。あースーパープレー、周東さんあたりだったら帰ってこれたかもね。マジでカットボールさ、修正されてさ沈むようになってから本当打てなくなった自分。おいし小林、これは世界の小林本当なんかセカコバっぽい当たりなんだよな。またさあ山田哲人頼むぞこれこの人めっちゃさあれだね、小刻みタイプだね。わかるかな、カットボールとスプリットっていう。さあ高橋さん3イニング目いきましょうか。いやいいねいいねいいね。さあ3球で仕留めたい。オリア、はーい OK です。これは平凡なレフトフライ、OK。これでワンアウト、ランナーはありません。さあマイヤーですね。本当マイヤーって名前がもう打ちそう、そして実際強いし能力。ああ、やったやったやった、やっちゃった、やばいやばいやばい。これは東京2020の宣伝です。ああ、くそ。今ね打球を東京2020のところに、ね、飛ばしてね宣伝しようとしただけですからね。決してわざとではない、決して、あ、わざとじゃねえ、決してねミスったわけではないから。打たれましたね。そしてまたセーブシチュエーションか。さあ頼むぞ高橋、ここはもうストレートご利用しからのカーブ、はい OK、 3球三振、審判絶頂。さあどうする、うそ坂本取れない、うーすごい方。さあここで打ったホームラン打たれたら同点ですね、やばい。頑張れ高橋、この回この回だよ。はい OK ナイス。さあ坂本ですね、もう2点ぐらい欲しい。いったいったかな、これはさすがに。ナイホームラン、いいね。さあ鈴木誠也、もうねとりあえずね取られたら取り返す打たれた分は打ち返すからね。さあ柳田、もうヒット数すごいね、19本と14本だぜ、やば。そして全力ストレートは相変わらず打てないっていう。落としてくんねえかなブロームさん。さあ正隆、
今日はここまで3打数1安打。投げた初球空振り。本当はスプリットとカットボールは苦手な球種だからな。つか打てる球種はあるわけじゃないけど。うわ。追い込んで。さあ打ちましょう。投げた。来た。行ったんじゃないか。行かなかった。全然行ってないですね。さあというと最終回安明さんでいきましょう。さあ頼むぞ。シンカーなんだ、ツーシームじゃなくて。あ、やばい。よーし、OK。さあ、あと2人。さあ、この乱打戦にもついに終止符が打たれるわけですね。さあ、ここでさ、クリーンナップ来るわけだからさ。めっちゃ曲がるよ、このスライダー。うわ、見るか。よし。さあ、あと1人。いや、あと1人だ。もう、この長かったね、この1試合目も。ついに終わりを迎える。そう考えると、感動だね。簡単に終わりは迎えないわけか。あっさり打たれたね。やっぱ同じコース攻めはダメですね。うわ、風か。風にやられた。さあ劇場ですね。沢村さんがいるわけでもないのに。はい、お疲れ。1試合目終了。 OK。やった10対6。いやもう乱打戦どころの話じゃない。素晴らしい。さあ岡本さんですね、やはり。イエーイ。さあ快勝ですね。はい、もう長かった。このヒット数19本と16本、どんな試合してんだよって感じだよね。イエーイ、初戦勝利。そして韓国圧勝ですね、キューバに。うわ、さすが韓国。これは。そしてチャイニーズ・タイペイ対、おっと、あー、オランダ、さすが。そしてアメリカ対韓国、どうだ。アメリカの勝利。延長11回までいった、すごいな。さあということでね、次回は日本対チャイニーズ・タイペイですね。さあ皆さんね、次回の動画もね、ご覧になってください。ということで、チャンネル登録、高評価してない方はぜひとも押していってください。そして、ツイッターのリンクね、概要欄に貼ってありますので、ぜひともツイッターのフォローよろしくお願いいたします。では、お疲れ様でした。さようなら。